2021年10月以来、約1年ぶりに、中国海軍とロシア海軍の合同艦隊が、日本近海を周遊し、挑発行為をしているとの情報をキャッチしました。今回は、この中、ロ海軍の挑発行為を詳しく見ていきますね。やはり、ロシアは、ウダロイ級駆逐艦で、ポンコツぶりが露呈。2022年9月下旬、中国とロシアの両海軍の艦艇が、日本海側から宗谷海峡を東進して、太平洋方面に抜けた後、南西方向に進路を変えて、伊豆諸島沖を通過、最終的には、大隅海峡を通って、東シナ海へと至ったことが、報じられている。このように、日本の周囲を、時計回りに、中国海軍とロシア海軍の合同艦隊、総数7隻が航行したものだが、ロシアが主催した合同軍事演習に参加した可能性のある艦艇とも見られており、日本政府は、例によって、警戒、監視体制の強化を表明した。こうした中国海軍とロシア海軍との合同艦隊による、日本周辺での大隅海峡を抜けるような航行は、昨年2021年10月以来およそ1年ぶりの出来事となったが、ロシアは、これを、合同パトロールと称して、日本への挑発を続けている。昨年のこれら、ロシアの言う、合同パトロール時には、無論、今現在のロシア・ウクライナ戦争は正規しておらず、北方領土をめぐっての領土的問題を抱える日本への威嚇を目的とした行為だと受け止められていた状況だった。今は、ロシア側から見れば、日本とは、ロシア・ウクライナ戦争を契機に、多くの西側諸国と同調して、ウクライナ支持のための経済制裁を課しているという、対立軸も加わった敵対国であり、より敵意を強めていることは、間違いない。昨年の中国海軍とロシア海軍の艦艇による合同パトロールでも今回の件いずれも同様だが、残念なことに、こうした艦艇の通過が粛々と日本の領海外で行われただけは、それら両国の艦隊に国際法等での違法性を問うことはできない。ただし、通常の関係下にある国同士ならば、このような露骨な挑発行為としか言えない行動を行うはずもなく、日本とその背後に、政治的、軍事的に、つながりの深いアメリカに対して、中国とロシアが威嚇を行う事態は収まりそうもない。今回の中国海軍とロシア海軍との合同艦隊は、前者が3隻で、中核はミサイル駆逐艦あり、後者が4隻で、その中核は、駆逐艦からなっており、両海軍の合計7隻で構成されたものとはいえ、その戦力的な意味は大きく異なっている。これは、中国海軍のミサイル駆逐艦とは、ニュース映像を見れば、艦首群原則の艦番号101であることから、最新鋭の南昌級の一番艦の南昌であることが判明しており、同艦は駆逐艦とは言うものの、排水量からは、巡洋艦とも、西側諸国が見さしている艦でもある。南昌は、基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルの艦隊を持ち、航空母艦等を除き、これ以上の大きさを誇る艦艇は、アメリカ海軍のズムウォルト級駆逐艦と、ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦しか存在しない。アメリカ海軍のズムウォルト級も、その1万5000トン弱もの満載排水量からは、巡洋艦として分類されることもあるが、いかんせん新機軸を多用した設計は、高額な建造費を生み、わずか3隻の建造に止まってしまった、いわく付きの艦艇である。ズムウォルト級は、兵装に関しても、こうした事情から、
当初の設計通りに実装する状態には至っておらず、アメリカ海軍が実際の戦場に投入できるような水上戦闘艦とは到底言えず、このまま艦歴を終えていくものとみられている。ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦は、2022年現在でも3隻が就役中とみられるとはいえ、1960年代に設計され、1970年代から1980年代中盤に建造されたため、その基本設計はすでに古く、もう磁気全艦の退役が予期されている。こうした他のアメリカやロシアの何艘よりも大型である巡洋艦は、早晩第一線から姿を消すことが確実なために、何艘事実上、世界で最も排水量の大きな水上戦闘艦の座という称号を近々に獲得するものと見さされている艦艇だ。何艘は主兵装としては70口径単装砲の HBJ45-130mm 艦砲を艦首部に1機、そして艦首部の全甲板上に64セル及び中部甲板上に48セルの合計112セルの VLS 垂直発射管を搭載しており、ここから各種のミサイル類を運用可能だ。この何艘が搭載する112セルの VLS 垂直発射管は、アメリカ軍を中心に西側各国で採用されている MK41 型の VLS。垂直発射管よりも規格が大型であり、容積的には、それの 1.6 倍ほどにも相当すると考えられている。何艘は、この112セルの VLS 垂直発射管から、対空兵装としては、およそ 200km の射程距離を持つ長距離向けの HQ9B や、短距離向けの HHQ16B 等の2種類を搭載しており、目標に対して、相互に使い分けるものとみられている。また、何艘は、対艦兵装としては、YJ18A 対艦ミサイルを、VLS 垂直発射管から運用し、これは、最大射程距離が 600km にも達する可能性が指摘されており、この射程の長大さが事実であれば、日本にとっても、非常に大きな脅威となる。加えて、何艘の VLS 垂直発射管からは、対地攻撃用の巡航ミサイルや、対潜攻撃用のミサイルをも運用可能であり、ことに、日本の海上自衛隊が、その専守防衛の観点から、対地攻撃用の兵装が、薄いことに比して、強力な打撃力を有している。何艘級の一番艦の、何艘は、2020年1月に就役を果たしているが、すでにこれを含め、6隻が、今年2022年の3月までに就役しており、さらに、本年中に、あと1隻と2023年に1隻とで、合計8隻が中国。海軍の戦列に加わることが確実視されている。中国海軍における、何艘級ミサイル駆逐艦の位置づけは、航空母艦の山道や福建等との空母打撃群編成時に、それらの直演を行うことや、水上戦闘艦のみの艦隊でも、高い打撃力を背景に、その中核戦力を担うものと期待されている。かたや今回確認された、ロシア艦隊の中心は、ニュース映像からは、艦首の艦番号が543であることが視認でき、これは、ウダロイ級駆逐艦の7番艦にあたる、マルシャル・シャポシニコフであると判断して、間違いないだろう。ウダロイ級駆逐艦は、満載排水量8500トン、全長 163.5 メートル、全幅 19.3 メートルの艦体を持ち、主兵装には、100ミリの単装砲である AK-100 を2機や、合計で64セルの VLS 垂直発射管等を搭載している。
マルシャル・シャポシニコフ自体は、1985年に収益をした艦艇だが、ウダロイ級駆逐艦の一番艦、ウロダイのそれは、1980年まで遡り、実にこれから数えれば、42年もの年月が経過した艦艇であり、その基本設計は、1960年代という古さである。ウダロイ級駆逐艦は、1991年までに、全12隻が建造されたが、すでに、5隻は現役を退いており、同年の旧ソ連邦の崩壊の後、ロシアとなってからは、予算不足もあって、直接的な後継艦は建造されず、今もって一応の現役艦ではある。マルシャル・シャポシニコフは、2016年から2020年にかけて、ウラジオストックにおいて、一応の近代化改修が施されており、新型艦対艦ミサイルの 3M24 ウラン、クラブ艦対地ミサイルの等の実装を行ってはいるが、小規模ではある。何よりロシア海軍といえば、今年2022年に、ロシア・ウクライナ戦争において、黒海艦隊の旗艦を務めていたミサイル巡洋艦、モスクワが、ウクライナからの地対艦ミサイルの攻撃が、原因で沈没したと、おぼしきことも、記憶に新しい。この事実は、ウクライナ側の攻撃が巧みだったことはもちろんではあるが、ロシア海軍の艦艇の対空防御能力が、極めて低いことを世界に知らしめた形でもあり、日本からしてみれば、実に有意義な事象であったと言ってよいだろう。